ンです。ここまでセットカウントは2対1、イランが1つリードして第4セットに向かいます。あ、日本は伏見をスタメンで起用してきましたね。柳本さん、センター戦が機能してませんね。3セットはガエミを持ってきていたイランですが、今度は日本も仕掛けてくる。ワンタッチ、ここは叩きつけてきました。9番のゴラミです。日本はね、一つの形を整えて戦ったと思います。しかし、